清水エスパルス×週休コラボレーション企画。はしゃいでます今回ね、エスパルスと週休さんがコラボレーションしたグッズをこれから皆さんと一緒に、作成していきたいと思います。今日はその第1回目の打ち合わせになりますので皆さんよろしくお願いします。今回ですね、週休さんから大神さん来ていただきました。グッズ作成のアドバイスといただきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。週休さんなんですけども、こういったね、雑誌等も出しておられますので皆さん後でご覧ください。はい、はいはい、皆さんにお渡しした資料ありますけども、会社の概要のメディアキット2022は 概要ですね。そして週休さんが今までコラボレーションしたグッズ一覧が次の資料になりますので、ちょっとご覧になりながらアイデア等を見ていただきながら進めたいと思います。はい、はいはい、まずこの3つの、ね、段階で、今日考えていきたいと思います。これ1つ目、こうテーマ、こうテーマは例えば普段使いしたい服とか、そういったことです。これをみんなでまずは決めていきたいと思います。皆さんが作りたいグッズはどういうシチュエーションで使いたいとか、そういったものがあればどうぞ。まあ、じゃあ金子選手いかがですか。毎日使える 今のコロナ禍で使えるもの、コロナ禍で使えるものみたいな感じ。ウィズコロナってこと。ちょっとですね、どんどん出てくるテーマ、ウィズコロナ。ウィズコロナね。はい、じゃあ行こう。次、金井選手。これは、普段使いですね。普段使い、行く、試合会場とかにも持ってきそうな。ああ、いいですね、はい、普段使いできるもの。はい、タタ選手。僕も一緒です。マネする。あ、出た出た。自分の意見出さないみたいなさ、そういうの何やりたい。本当本当っす。本当っす。はい、普段も使えるし、着れるような。着れる。一緒やねんか。そうやねん。言い換えただけ一緒。一緒っすね。いい？もういい。出ない出ない出ない。もう考えておきますよ。考えてこい。じゃあ西田選手いきましょう。老若男女。こんにゃにゃこんにゃにゃにゃこんにゃくにゃんにょ老若にゃんにょ老若にゃんにょね老若なんにょなんよ、わかんねえ。幅広い年齢層ね。はい、老若なんにょか。着れるけども、なので、ね、着れるけどもしっかりあのトレンドを抑えているような。ちゃんちゃんこ的な。おー、ちょっと難しいね。ちゃんちゃんこ的な感じ。老若なんにょ対応でトレンドを抑えてる。老まあそこら辺トレンドに関してはあの金井選手。そうね、はい、竹内選手がいるからね。はい、竹ちゃん。はい、なんだろうな。僕らも使えるやつ。僕らも使えるやつ、まあ、なんすかね、僕ら使ったら皆さんも一緒に使おうかなって。あ、なるほど、なるほど。なりやすいかな。じゃあまあ普段使いできるものっていいかな。そうっすね、うん、そう。まあ、試合の時とか、試合の時とか基本あれだよ、あの普段使いも持ってる、ね、試合と持ってたり、そうそうですね、身につけてたり。試合時使いたいと。試合時しよう。持ってるって分かるじゃないですか、なんか、うん、試合の時が一番分かりやすい。そう、試合の時はこうカメラも抑えられるしね、いいかもしれないですね。ヘアピンとかね、うん。じゃあちょっと3つほど出ましたけど、大神さんなんかこういったテーマってなんかどうみたいなのってあります？そうですね、まあ1個は、まあ、せっかくエスパルスらしいものみたいなものがあるといいのかなって気もしました。エスパルスらしいもの、はい、オレンジ欲しいですね。まあ、それはクラブのエンブレムだったりロゴであったり、まあ、あとはそれこそ歴史だったりとか、歴史を感じるものってことですね。あとはそれこそ、ね、静岡っていう、ああ、ホームタウン、ホームタウン、そうですね、うん、お茶、うん、それを感じれるものってことですね。はい、はい、じゃあここ今までちょっと出てきましたけども、まあ総合してこれはちょっと決めたいと思いますんで、ちょっと手挙げていきますか。挙手。その4つもう他あるんだったらバンバン言ってもらっていいですよ。あります。いや、合わせられそうだったら合わせれたら、あ、かけるってことね。あ、それもあり、それもあり、全然あり。で、意見なかった達也君、時間あったけど出たかな。
そうっすね。そうっすね。普段使いできるエスパルスらしい、うん。すぐ通る、すぐ通る。すぐ通るもん。珍しい老若男女対応の居酒屋。全部、全部、全部。あ、でもそれもあり、それもありなんで、もう一個、もう一周行きましょうかね。こう、かけるのもありしだし、新しいのもあり。で、もう一回いきます。歴史もあった。歴史ね。金子選手どうですか。出てこないんですけど、まあこの中でもいいでしょ、まあ、エスパルスらしいんですけど、うん、エスパルスすぎないっていうか、あやっぱりエスパルスすぎると強調しすぎないと誇張しすぎないと T シャツ前作った時に、まあ、うるさいな前 T シャツ作った時も、うん、エスパルス感を出さずに、うん、あのシルエットバルジャンっていう、うん、あのそうっすね、のにしたんですけど、それが、はい、一番売れたんですよ多分過去のグッズの中で。マジでやっていただいたと思うんですけど、うん、なんで外部で、エスパルス感出しすぎるとまああんまりあの売れないかなってところがあるので、あと着る場面が限られてくるとかですね、なるほど、おしゃれに、うん、まあそうね、うん、で、金井選手は、うーん、親子で着れるやつがいいです。あー、なるほど、親子グッズ、ペア着れるっていうか、はい、ペアルックじゃないですけど、親子ペアコーデみたいな、親子ペアコーデ、うん、じゃあもう皆さんの意見としてはエスパルスらしいけどエスパルスチョコ出しすぎない普段使いできるもの、まあできればこの使用時にでも持てるものとか使えるものがいいっていうことでいいですか、総じて。はい、はい、ではテーマ決まりました。テーマエスパルスらしいけどエスパルスチョコ出しすぎない普段使いできるもの、そして試合時使用できればなお嬉しいというテーマでいきます。はい、これで、テーマが決まりました。次はグッズ編、何を作るかになります。ぜひ見てみてください。